ソロプレイモード。21世紀末、人類は突如謎の機械生命体ヴァイスの襲撃を受け、地球脱出を余儀なくされた。月を分割した宇宙船ムーンシャードで銀河を半世紀逃亡中、全能人工知能アリスはエミッションを発見。エミッションによって得られる高次元エネルギーを利用したギアと、エミッション能力を持つアクトレスと呼ばれる少女たちにより、ヴァイスとの戦況は一変。拮抗した戦力による平和がもたらされた。それから3世紀、東京シャードの防衛を担うイージスは民営化が進み、多くの私企業によるアクトレス産業が活発化していた。その一つ、鳴子坂製作所でアクトレスたちの隊長を務めていたあなたは、数々の実績により東京シャードアクトレス事業者連合、通称アライアンスの総指揮官となっていた。そんなある日、監督官庁であるイージスからアクトレス同士による模擬戦闘シミュレーションシステム CS 実証実験への協力要請が届いた。あの、 CS システムってどうなんですかね。ああ、アクトレス同士のチーム格ゲー？格ゲーってあなたね。3人チームの模擬戦、戦闘シミュレーションシステムでしょ。だから要するにイージス兵器開発局が作ったバトルゲーみたいなもんでしょ。なんとなく雰囲気はわかりました。その試験運用を兼ねたトーナメントに出るんですよね、私たち。 CS プレ大会ね。将来的には競技化を目指すらしいわ。優勝チームにはイージス開発の新型ギアの優先配備、おまけに賞金もガッポガッポ。出ないわけがない。すごいっすね。 CS システム正式稼働後のイメージアクトレスに起用されるから、その契約金ってことらしいけど。もらっちまえばこっちのもんだ。取らぬタヌキの皮算よ。アライアンス各社に要請が行っているから、どんな強敵が出てくるかわからないわよ。でもどうせ目指すなら優勝ですよね。だね、鳴子坂ここにありってのを見せつけてやらねばな。ですね、毎日特訓しましょう。おう、まあ頑張りたまえ、四つゆくん。試験運用の期間は1ヶ月、トーナメントは中継されるみたいだから、みっともないところは見せられないわ。なん、しゃあない、やったるか。頑張りましょう。会長、お疲れ様です。私たちをエントリーしていただきありがとうございます。隊長の期待に応えられるよう精一杯励みます。今回の大会は日頃の鍛錬の成果を披露するいい機会だと考えています。今の自分の実力を確かめつつ、他のアクトレスの皆さんの戦い方を見て今後の学びにしたいです。楓真面目。そうかな。大会に出るからには初心表明は必要では。楓さん、結構燃えてるよね。だよね、私もやる気いっぱい。目指すは優勝だ。大げさ。でも負け前提ではやりたくないよね。そうですね。大会を通して私の理想に近づくためにも、一つでも多く勝てるよう全力で参ります。
ですから、隊長、応援していただけると嬉しいです。楓、押してまいります。勝ったらボーナスもらいたいわね。はっきゃっ、やっと、あっやれ、打ちます。集中、速度を上げます。これなら楽だ。もうあっち行け。私のバカ、これが鍛錬の成果です。あがつま楓、押してまいります。よし、あーしらも行くっしょ。速度を上げます。やっ、よもごやる。これまこれなら上げる。やっやれ、バイビー。集中、撃ちます。これが鍛錬の強さです。よいしょ、はい、届くぞ。即去りだわ。これが鍛錬の成果です。お願いいたします。あちらもやる気です。私たちも行きましょう。やれ、集中、行け。速度を上げます。これなら成果をお見せします。皆さん、準備はいいですか。開ける、じゃあ、ふっ、やるやるはっ、やれ、燃えてきたぞ。速度を上げます。これならまだまだ、ふっ、いただき、ふっ、これが鍛錬の成果です。油断せず参りましょう。みんなでお空を飛びましょう。行きましょう。行ってきて、あ、ね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 、
覚を持ってお会いします。どうかご覚悟を。お願いします。あとは任せて。あとは私に任せて。今行くわ。流れを変える。はっはっ、やるわね。いつでもやるよ。体勢を立て直します。魅力の流れで力を尽くします。流れを変える。はっはっ、いい感じ。ごめん、流れを変える。諦めちゃダメですね。全力を持ってお会いします。どうかご覚悟を。このまま押し切りましょう。速度を上げましょう。ごめんなさい。二人ともありがとうございました。イエイ、やったね。次もこの調子で行こう。感じだね、楓さん。はい、やはり目標があるといつもより集中できますね。ねえねえ、二人はもうトレーニング終わり？終わりかな。メニューはすべて。リンはまだやるんですか？うん、二人も続けよう。楓もレイもまだまだ元気でしょ。まあ別にいいけど。わかりました。やりましょう。あ、愛花ちゃん。どうしたのですか？次は、私たちが。あ、もうこんな時間。すみません。すぐに交代します。トレーニングに集中して時間を忘れるとは、反省しないといけませんね。村雲にいた頃は訓練施設も広くてこんなことはなかったのに。不満を言っても仕方ありません。それにバーベナとは初戦に当たりますから、同じ場所で訓練ができたとしてもやりづらいかと。それもそうだね。まだ物足りないな。そうですね、私も気持ちが乗ってしまってますから、ランニングに行きましょうか。うん、いいよ。じゃあ競争だ。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。負けないよ。ふふん、一回戦から楓さんと当たるなんて運がいいわ。私の実力が遺跡前と同じだと思ったら大間違い。油断してると痛い目見るんだから。油断などいたしません。バーベナの皆さんの頑張りは近くで見ていますから。ですから私たちも全力で参ります。油断せず参りましょう。求めるのは完璧な勝利よ。いいわね。行きましょう。突然やるぞ。やっ、手柄は譲ってあげるぞ。見誤るとは。やるぞ。お願いします。いくよ。内容交代入るね。うりゃ。動かないで。
流れを変える。はっはっはっ、いけ、まず一気にかかるね。あたしに任せて。いい加減やめなさい。えっ、どうしまだよな。たまぎれ、闇の佳境に入ってきました。このまま勝利をつかむのか。この勢いで下がる。参ります。やり、ここから巻き返す。ごめん、二人ともありがとうございました。イエイ、やったね。次もこの調子で行こう。まずは1回戦突破だね。わーい。負けちゃったね。まだまだ練習が足りなかった。彩香ちゃん、愛香ちゃん、むつみちゃん、今日はありがとうございました。皆さんと戦えて光栄でした。何よ、お世辞なんて。お世辞ではありません。バーベナの皆さんの成長は予想以上でした。この成長は皆さんの高い志、そしてたゆまぬ努力あってのこと。私も改めて実力を高めていきたいと思いました。これからも仲間として共に成長していきましょう。わかったわ。でも私たちは誰よりも強くなるんだから、気を抜いてるとすぐに追い抜いちゃうわよ。ええ、負けませんよ。お手柔らかにお願いいたします。相手にとって不足なし。お見せします。強そうだね。少しは本気を出さないとダメかな。やれ、速度を上げます。状況を立て直さないと勝てる。やれ、やっ、やっ、速度を上げます。私ダンサー。これからも共に励みましょう。お手柔らかにお願いいたします。私たちも行きましょうか。速度を上げます。これなら、これが鍛錬の成果です。やれ、やっ、今行きます。押して速度を上げます。まだまだね。行くわ。体勢を立て直します。次もこの調子で参りましょう。
お願いいたします。よし、インタビューを始めちゃうぞ。行きましょう。突撃フォローは任せて一丁上がり。はい、よし、ブレイク。この調子で行こう。セイテイヤー、セイテイヤー、隊長、いつからこちらに？はい、素振りをしていました。竹刀を握ると心が引き締まりますから。次の相手ですか？はい、エンパイア中野の皆さんは個性的かつ実力を備えた方たちだと心得ています。相手を翻弄することに長けている印象がありますね。対して私にできることは一つ、鍛錬を通して自分の心と剣を磨き上げることだけです。次の試合では相手に惑わされず剣を振るえればと思います。はい、この鍛錬の成果が活かせると信じております。隊長は私の様子を見に来てくれたのですね。お気遣いありがとうございます。セイテイヤー。吾妻さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ヨウヨウ、私ら校長、調子も上調、冷静なプレイングでやるぜ、ジャイアントキリング。ヨウヨウ、負けないよ。はいはい、そんなに気合い入れないの。ほら、たまには先輩に花を持たせてもいいと思わない？別に思わないけど。リン、レイちゃん、相手のペースに惑わされてはいけません。いつも通り平常心で参りましょう。油断せず参りましょう。チームのみんなと協力して頑張るぞ。行きましょう。突撃！
戦い方が通用しないなんて、はあ、全く動じないなんてさすがね。ま、若手トップのチームだしこれくらい余裕か。いえ、私などはまだまだです。勝ちとかこだわってないし、だから緊張しなかっただけ。それよりお腹減った。こりゃ動じないわね。ま、とにかくおめでとう。次からは応援させてもらうわ。はい、ありがとうございます。リン、レイちゃん、お疲れ様でした。この後ですが、少し冷たいものでも飲んでから帰りませんか？一緒にご飯も食べよう。私も大丈夫。それにしても珍しいね、楓さんが喉渇いたなんて。飲み物飲んでなかったの？そういうわけではないのですが、中野の皆さんたちを見て少し動揺してしまったようです。ま、ああいう相手じゃ仕方ないよ。相手のペースに惑わされずにと言ったのは私だったのに。まだまだ精進が足りないようですね。あがつま楓、押してまいります。強そうだね。少しは本気を出さないとダメかな。キアリ、開ける。キアリ、撃ちます。これでどう？攻めるのは今か。キアリ、やっ、キアリ、集中。次もこの調子で参りましょう。楽しみ。やっ、やり、まだいい、やり、うん、やっ、これなら、やり、
体制を立て直します。私たちの勝利です。フラッと事務所を出て行ったから。どうしたの？そうですね、先ほど事務所でよつゆちゃんとお話をしたんです。ああ、見てたよ。憧れの楓さんと戦えるなんて光栄です、だったっけ。なんか嫌だった？いえ、そんな。よつゆちゃんの言葉は嬉しいです。ですが私はまだ修行中の身、未熟者です。でもよつゆちゃんはそんな私に対し憧れていると言ってくれている。だからこそよつゆちゃんの期待に応えるためにも決勝では絶対に負けられない、負けたくない。そんなことを考えていたら落ち着かなくなってしまったのです。そっか。ふーん、楓は勝ちたいってことだね。うん、そうだね。それじゃあ私も楓さんを負けさせるわけにはいかないってことか。よーし、勝つぞ。今から練習行っちゃう。どうする、楓さん。リン、レイちゃん、そうですね、行きましょうか。二人ともありがとう。
ついにこの日が来ましたね、楓さん。楓さんは私の憧れです。今日までの練習の成果を全てぶつけます。そして楓さんに勝ってみせます。ありがとうございます。四つゆちゃんの思いはよくわかりました。でも私は負けませんよ。いえ、私たちは負けません。私には心強い仲間がいますから。うん。うわあ、この戦い、今持てる私たちの全てをぶつけます。ご覚悟を。はい、平坂四つ湯、行きます。あがつま楓、参ります。あがつま楓、押して参ります。この気迫、燃えてきますね。行きましょう、レイちゃん。やったー、はい、行きます。行こう。やっ、これで、はい、行きます。残弾を見誤ると、やっ、速度を上げながら、これが、パンダの成果です。ロビオちゃん、全力を持ってお相手は、どうか、試合の流れを掴む、大きな一撃、お願いします。いくよー、ロビオちゃん、下がる、ポイント下がる、ポイント下がる、私がこれでも、いつでも交代できます。悪い流れを逃がさない。うりゃ、ここはお願いしてやるわ。はりゃはりゃ、パン、うわ、行ってきて、行きます。オリジカンサ、みなぎってきた。すみません、無駄だのは任せ。ごめんち、下がります。まだまだ、どれくらいにしてそうか、全部持ってけ。まだ終わったわけじゃない。私たち、いつまで行くらいのままじゃない。大きな一撃、この仕方が見上げる。勝負ありですね。はい、ありがとうございました、楓さん。私は今とっても悔しくって、でもそれと同じくらい満足してます。負けちゃいましたけど、今の自分の実力は出し切れた気がするんです。すっごく悔しいですけど、悔いはないです。ありがとうございました。私もです。今の戦い、私の実力すべてを出し切れました。少しでも心に油断があったら結果は逆になっていたでしょう。
四つゆちゃんたちがいたから全力を出せたのです。ありがとうございます。これからも共に精進していきましょうね。はい。優勝優勝優勝だ。もうさっきからそればっかり。ねえねえ、優勝のお祝いに何か食べに行こう。ラーメンと焼肉と寿司、あとうなぎ。そんなにいっぱいは無理。っていうか、どこ行くつもり？リー、レイちゃん。何？どうしたの？あの、改めて感謝の言葉を伝えたくて。今回の大会、二人がいたから優勝できました。本当にありがとうございました。真面目だね、楓さんは。そんなにかしこまる必要ないよね。わかってるし。え？楓はわかりやすいもんね。そうなのですか？そうだよ。言いたいことがあるときはバレバレかな。でも、まあそれが楓さんのいいところでもあると思うし。ほら、感謝してるのは楓さんだけじゃないんだしさ。楓さんみたいな人がそばにいるから私も頑張れるんだ。言うねえ。けどだよね、三人だから楽しい。二人ともそうですね、三人だから。リン、レイちゃん、これからも良き仲間として一緒に戦い続けましょう。よろしくお願いいたします。